職域接種に関してなんですけれども、現状政府は25日を期限として新規の受付を中止していて、今後も受付は再開しない方針であると言われています。まあ、想定を上回るペースでの申し込みで接種がついていないという現状ということなんですが、今後オリンピックも開催されますし、地方やより多くの企業での接種についての動きが加速していく中でのストックがかかってしまうような形になったと思うんですが、改めて今ちょっと新規受付は中止されているという現状に対しての受け止めをお願いします。ストックとしておそらくマクロ国全体のストックとしては足りているんだと思うんですけども、それをその一般接種、それから大規模会場、そして集団の接種会場、それぞれのところにこの配分するというか、ディスリビュートするにあたって、どこにいつまでにどれくらい渡したらいいかというところがはっきりしないので、今のようになっていると思うんですね。これはまた、いつも申し上げているとおりなんですけど、簡単にいかないかもしれないけど、プランニングができているんですけども、それを実施するそのエクセキューションというんでしょうか、その実務のところで、いつもの形で起こるという、まあ古くて新しいみたいなこと。また、この問題についてですね、原因を究明してどのものというよりは、とにかく急ぐ必要があるので、私は早く司令塔を1人決めて、その人の判断でもって、どんどんやっていくというのが大事だと思っています。みんなで議論してですね、最も合理的な方法を検討しましょうなんて言ってるうちに、1ヶ月、4ヶ月、1週間経ってですね、結局、間に合わずでした。我々もそのこういった形でもって、1000人未満の企業の対象にですね、今努力していても、これも書きましたけど、実は地方のところが今止まってしまっています。理由は簡単でして、受け皿はできてるんですけども、ストックについてはというか、ワクチンについてはというか、分からないという状況です。ということで、例えばですけども、小型のエンジンがあるんですけども、クラッチ板が滑っていて、タイヤが伝わっている、努力が伝わっていないと。よくわかることになるので、意思決定者を極力少なくして、できるだけ地域にして、その人を話し切るという判断をしております。ありがとうございます。